皆さんこんばんは、イコールラブの山本アンナです。この番組教えて花だよりでは、イコールラブ、ノットイコールミ、ニアリーイコールジョイのメンバーを呼んで魅力を掘り下げていきたいと思います。さあ始まりました、ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。あ、なんかもう声が聞こえてる。こんばんは。声がお、いろんな人。こんばんは。ほっとっとっと。あのさ、なんかそのイコラブが来た時だけ、うん、そのちょっと隣からの、うん、まだ紹介してないのにもかかわらずのガヤがすごいっていう、キアラのね時もそうだったんですけど、相変わらずでございますね。まだ登場してない。うん、喋ってるけどね。はい、さあということで、あのね、知ってる方も多いと思いますが、今日はですね、ノットイコールミーの永田しおりちゃんが来てくれる予定だったんですが、体調不良のため、お休みということで、今日は急遽このメンバーが駆けつけてくれました。それでは早速紹介したいと思います。今日のゲストはこの子です。はい、はい、イコールラブの大葉花です。うー、素晴らしい。元気な自己紹介ありがとうございます。お願いします。お願いします。やったー。そう、ちょっとね、今日はそう急遽だったんですけど、ありがとうございます。そうなの、マネージャーさんからスタバにいたら電話がかかってきて、はい、あのしおりんがコロナになっちゃったから出れるって、あ、いいですよ来ました。ありがとうございます。やってきました。今日はなのでジャロマルでお送りしたいと思います。はい、しおりんもね、またぜひぜひ来て、ここに来てほしい、うん、あの広島トークをね、うん、したいなって思ってるので、うん、また元気になったら遊びに来てください。待ってます。そして早く元気になってね。元気になってね。はい、というわけで、はい、今日は通常回とまた少し違ってまったりとお送りしていきたいと思います。はい、花ちゃんこれ読んでって書いてある。何何読んであげよう。ショールームでコメントしたりギフトを投げるには無料の会員登録が必要なのでお願いします。はい、元気にありがとうございます。はい、ということでね、今日はぬるっとお送りしていくんですけれども、はい、まあ、じゃあ最近のぬるっとお送りしていきます。書いてあるでしょ、本当に。本当に書いてあるの読んでるから今。ぬるっとですから。おぬるぬるいきましょう。ぬるぬるでね。はい、はい、前回キアラが来てくれて、まあ、ワイワイって感じで、なんかあっち向いてホイの短縮バージョンみたいな、ね、難しそうなやつだったの。だから今日はハナともやってみたいと思います。うん、難そう。頭良くないとできないあれ。いける。じゃんけん。じゃんけん。ホイ。ホイで。ホイ。ホイ。ホイ。ほいみたいなやつです。いける？いけるかな？いける？やってみるよ。じゃんけんぽい。あ、ほい。ほい。じゃん、あ、ほい。じゃんけんも言いません。じゃんけんはもう短縮なので、これ、はい、いくよ。じゃんけんぽい。ほ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 い。あ、負けた。ね、ずっと笑ってるんだけどね、ずっと笑ってる。この子むずいんだもん。あの、これは、まあ、前以前対面があったじゃないですか、うんうん、で対面の時に、うん、そのまあ、あんま時間がない中でどうやってあっち向いた方ができるかっていうのでこれが生まれたんですよ。なるほど、頭いいね。そうなので、まあ、普段これをやる必要はないんですけれども。でもなんか脳トレになりそう。確かに確かに、元気になるしね、なんか、うん、楽しかった。そうそう、気持ちも上がるので、ハッピー。ぜひ皆さん、まあ、また対面があった際には、うん、やってみてね。チャレンジしてみてください。急に来たらできるかな。私負けないよ。私も負けない。勝ったから今戦いに戦いに挑みに来てください。皆さんよろしく、よろしくお願いします。さあさあ、そして、うん、そして私とね、花といえば8月14日に行われる、はい、ミミッツ高校生大会2023決勝大会にも、うんうんうん、私たちが出演させていただくことになりまして、はいはいはい、そうなんですよ。なんと優勝商品は、うん、すごいよ、 LA のハリウッドのアニメーションスタジオ見学ツアー。すごい、航空券と宿泊付きなんだって、うん、めっちゃすごくない？うちらも連れてって。行きたいね。連れてってください。すごい、めちゃめちゃすごいよ。やばくない？そう、なんかデザインの大会、うん、高校生がなんか20分だけで作品を仕上げるみたいな感じの大会なんだって、うんうんうん、それでね、私たちもゲストとして出場するということで、うん、ね、皆さん、あの、アンナは大丈夫かっていう
ことをね思ってると思うんですよねえ、やっぱ MC、ね、MC まとめ担当として、私が何言ってるかよく分かんなくなった時にアンナちゃんがまとめてくれるっていう、ハナが喋ってるのよく分かんなくなることなんてないから、あるよあるないから、めっちゃある、めっちゃあるもん。まあまあまあ楽しんで、うん、しっかりとね。でもなんか、うん、こうみんなで一つの作品を作ったりとか、うん、こう青春じゃん、ね、高校生のそういうの、楽しみ、大会ってみんなが頑張ってる姿を見るのめちゃめちゃ楽しみ。だからなんかね、こう夢をさ、うん、追いかけてる姿を近くで見れるのってすごいいいなって思うので、うんうん、私たちも全力で応援したいなと思います。楽しみだ、はい、本番が。さあさあ、そして最近だと、うん、スペイベ大阪ありましたね。はなちゃんといえば大阪のスペイベがありましたその子したきた、もしかしてソロスペイベしてきた、ソロスペイベだったのかもしれない。そうだよね。はなちゃんどうでした、スペイベ。じゃあ1回スペイベ、そう3月のさ、うん、武道館やってから、うん、まあ、イコラブ会もあったんだけど、うん、1時間、はいはいはい、ちゃんとしたフルライブっていうのがもう2ヶ月ぶりだったのよ。そうじゃん。そうだよ。やば。知ってた？知らなかった。知らなかったよね、うん、だってイコラブ会は5曲ぐらいしかやってないし、しかも MC めっちゃ挟んでるから、ね、続けてやってるの2曲とかでしょ。そうそうそう。で、その時にあのラブクリエイトを披露したんですけれども、うんうん、のラブクリエイトの振り付けで、うんうん、いおりがみんなを混ぜるみたいな、うん、あ、サビでね。そうそうそう、うんうん、ハートの、私たち周りがハート作ってて、うんうんうん、いおりに混ぜられるっていう振り付けがあるんだけど、うん、そこの振り付けを、うん、なんか瞳が私のこと見てたみたいで、その時に、うんうんうん、そしたらもう、はなちゃんのそこがもうすごすぎる元気ってことなんかもうエンターテイナーって言われた。さすがさんにさ、うん、このかき混ぜられる振り付けを、うん、なんかもっと楽しく激しくやってほしいって言われたじゃん。うん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 、でみんなもやってたけど、うん、はなちゃんのそのスペイベの時にその姿見ても、うん、正解はこれだ。瞳、うんうん、が言ってくれました、うんうん。褒めて言ってくれました。うんうんうん、見たい。でもちょっと皆さん次のスペイベ楽しみになったんじゃない？これもし来るか。笑っちゃう。ダメだよ、もうそれでさ、なんかもっとやってよ。今まで通り頑張ってね。1部のね終わった後に言われたのね、うん、それを。うんうんうん、で2部やるときに、うん、ねえねえ、だからか、なんか2部の映像を見たときにちょっとヘラヘラしてるメンバー何人かいたの。だからなんでこの子たちヘラヘラしてんだろうって思ったの。それ絶対それじゃん。多分それだと思う。しかも瞳とか、うん、なんかマイカとかもヘラヘラしてたよ。マイカもじゃ見るねから、2部になったら絶対見るからって、うんうんうん、はなちゃんどこにいるのって、うん、ここだよって、うん、見られて笑っちゃった。だからだヘラヘラしてんの気づいてんぞなるほどね、うん、そっか。じゃあ、あとは名古屋と東京、うん、スペイベは、そうそうそう、うん、じゃあ皆さん、もし当たったよって方はぜひ楽しみにしていてください。じゃあイコラブちゃん、みんなで全員でエンターテイナーに、そう、エンターテイナーなれるように、うん、いおりにかき混ぜてもらえるように頑張りましょう。頑張ります。頑張ろう。はい、楽しみにしててくださいスペイベか、そっか、もう確かに久しぶりだったもんね。そうだよ。でもさ、スペイベさ、言うて3曲連続とかじゃん、うん、うんうんうん、なのになんかみんな、うん、やばい疲れるとか言ってるじゃん私も疲れるのね、うん、3曲で、うん、でもさ、うん、いやいや、イコラブさんツアーで何曲連続やってるの、うん、みたいな、ね、よくやってるなって思った、ね、すごいよね、その時に、ね、そう、びっくりした。だってびっくりしました。またしばらくなくなるもん。イコノイチョイだもん、大きな次のライブが。確かに。でもまあ今から楽天がある。そうだね。あさってよ。あさって。あさって。めっちゃ楽しみなんだよ私。あさって土曜日。イーグルフェスティバルにね出演させていただくんですよ。楽天モバイルパーク宮城の千葉ロッテ戦なんですけど、うんうんうん、皆さん来てくれますか？来てくれるかな？来てくれるかな？土曜日だよ。マジで野球本当に楽しいから来て、うん、来て。だって私野球場に行くの初めて。マジで？あー素敵、うん、あら素敵よ。本当多分多分本当に絶対に来てほしいし、うん、まあレアなイコラブなんじゃない？そうだよね、絶対レアだよね。レアだよ、レアだよ。だって確信的レア、うん、言ってもって言ってめっちゃレア、本当にレアレアすぎてやばい本当に面白い本当に
確かにそうだよ、うん、アイドルのライブってかイコラブのライブをさ、うん、お酒飲みながら見れるのなんてない。そうなの？ないくない？普段なくない？確かに大丈夫、ない、なんか今日落ち着いてないけど大丈夫そう。そうなの？なんか激しいめっちゃおもろい、無理、本当に面白い、全部の行動がツボすぎて、なんかもうなんか私キアラと花の行動がツボなんだよね。なんか最近なんか楽しくなっちゃって、いい全部なんか楽しくやっちゃうんだよね。いいこと、ね、えそうだよ、だって球場はさお酒飲みながらさ、うんうん、観戦できるからまあ OK、うん、ルール的には OK なわけじゃん。そうなんだ。そうそう、まあ、皆さんほどほどにね、そうだ ね、 そうだね、楽しくね、うんうん、やってほしいなと思うんですけれども、うんうん、母ちゃんがお酒入ってる？入ってない、入ってない。入ってないです。いつもこんな感じです。はい。はい、そうだから本当にレアなイコラブにきっと会えるので、うん、ぜひぜひ待ってます。はい。皆さんお待ちしてます。お待ちしてます。雨降らないかな？降らなそうじゃない？大丈夫かな？めっちゃ晴れてるもんね最近。ね。どうだろう？降らない？どう？どうですか皆さん、天気予報知ってますか？でもね、私も見た時にね、うん、なんかでもめっちゃ晴れてはなさそうだったんだよね。曇り。曇り、曇りのち雨、曇り明日雨、雨一応雨どうする、どうする、雨降ったらびしゃびしゃの中パワーちょっと発揮させなきゃ、てるてる坊主作んないとね。曇り予報、まあでも曇りなら一番ちょうどいいんじゃない。そうだね、曇りだっていいな、曇りだって。関西は雨、どうなんじゃろどうなんじゃろちょっとね、花だよりだから、ありがとうありがとう、ジャロしてこうかな、ジャロしてこう、嬉しい。そっか、じゃあ一緒に祈っておいてください。祈っておいてね。そうでも昨日さ、うん、個人ショールームしてて、うんうん、でみんなに、うん、そのまあ、アンナやっぱカープカープって言ってるから、うんうん、その楽天の選手のことを教えてほしいからって言ったのね、うんうん、でツイッターで、うん、たくさんリプ待ってますって言ったら、うんうん、何人かの方がすごい説明してくれたり、うんうん、画像付きで、すごい、そう、みんなに送ってほしいね、それ、ね、そうだからなんかもっともっと皆さんお待ちしてるし、うん、送ってくれた方もありがとうございます。ぜひぜひ私の方にも送ってください。じゃあ花ちゃんに送ってくださいそうめちゃくちゃ勉強になるなって思って、うんうん、そうそう、だからちょっと詳しい方、確かにぜひぜひお待ちしております。布教活動、布教してください。イコラブに布教してください。待ってます。 50% の降水確率、どうだろうね、わかんないね、うん、さあさあ、そんな感じですか山本さん、ダイソーへ何を買ったんですかって質問がある百均でお気に入りの商品トークいつ行かれたんですか。え、今日も行ったよ。ちなみに今日も行ったん、うん、あの百均大好きだもん。わかる、私もなんかついつい、ね、吸い寄せられていっちゃう、ダイソーに。なんか買いたいものなくてもわかる、うろうろしちゃうよね。そしたら絶対買うものあるんだよ、本当に。なんかしら買っちゃう、マジで絶対にダイソーは、うんうん、あの家の近くにあってほしい、わかる、なんならダイソーの上か下に住みたいすぐ行けるもんね、うんうん、マジでコンビニよりも、うん、結構ダイソーの方が私は行く、うん、行くっていうか何、うんうん、だってさ、うん、ダイソーにもさ、うん、売ってるじゃん、うん、食べ物も、うん、売ってる、売ってる。考えたらさ、絶対ダイソーに住みたい、私生まれ変わったの生まれ変わったら私ダイソー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 って言ってた。あ、出たよそのやつで、ね、また戦うのだから、ダイソーで、あのダイソーだ広島の会社ダイソーは、だからアンナのイントネーションがあってるの。そうだね、ダイソー、うん、ダイソーダイソー、ね、ダイソー、ダイソー、ダイソーじゃないよつけないで、ね、ダイソーダイソー、うん、はい、でダイソーでさ、で、うん、あのドライスのグミ売ってて、うん、あげたこと買ってきてくれたアンナあったよって言って、か、かわいいよね、ダイソーって言ってたいいよ、もういいよそうそう、私がトライスさん大好きなのを知ってくれてるから、うんうん、コラボでね、そうそう、レモナだっけのグミがあって、 そうそうそう、それをあの買ってきてくれた、ダイソーで懐かしい、優しいでしょ、かわいいエピソード。いい、でもなんかメンバーのことを自分好きだなとか、うん、なんか思う時って、うんうん、そのお店とか何でもさ、うん、何屋さんに行ってもだけど、うんうんうん、服とかもそうだし食べ物もだし、うん、あこれ誰々絶対好きだよねとかさ、分かる分かる、なんかメンバーの名前がこう出るのよ、うん、例えば今花とあんがお買い物してても、うんうん、うわ絶対この
ピスタチオキアラに食べてほしい、うん、確かに、とかさ、うん、そう、そういう時にあイコラブだなって思う。スーパー行ったらあのチョコケーキ の大容量パックみたいなの売ってるのよ、はいはいはい、うん、まあ、いつもイオリだなって思いながら見る。やっぱあるよね、そういうの。そう、あるあるあるです。そうそう、そう、皆さんもぜひイコラボを毎日思いながら生活してみてください、うん、お願いします、はい、そんな感じですかね。はい、はい、というわけで、うん、ぬるっとトークしたところで、ぬるっとトークしたね。続いては、企画の方に行きたいと思います。はい、おなじみのイコノイジョインピックをやっていきたいと思います。パフパフ。はい、さあさあ、現在の競技は、はい、エースを狙えハートのエース早出し選手権ということで、そうここにね大きなトランプがあるんですよ、うん、はい、でその中で何枚目でハートのエースが出るかっていうのを来てくれてるメンバーに競ってもらってて、うん、私とかはもうみんな、うん、あの20枚を超えちゃったので失格になったんですね、うん、そう、でも唯一レノンちゃんが14枚目で引き当てたので暫定1位となっておりますので、今日運良いかい、花ちゃんはさ何枚で引けるか、もう好きなとこから取っていただいて、これで1枚目から引いちゃったら私今日ラッキーガールになっちゃうから、そうだよ、好きなところから引いてください。それでは花の挑戦よーいスタート。感じて、感じて、ハートのエース感じて、ハートのエース、どこ、ハート、どこ、ハート、見える、見えてきた、見えない、見えない。正直者だった。ハートのエース、ハートのエース、スタッフさんが恥とかにしてくれてるかもしれない。あ、そうかもしれない。なんかスタッフさんの優しさを、優しさでこの一番上にあるのがハートのエースかもしれない。確かに、感じる、来てます、来てます。まあ、1枚目まで引くのが長いんじゃ。せーの、はい、あー、ハートの10、惜しい。サクサクいこうね。いいよいいよ、でもゆっくりいこう、ぬるっといこう。あ、そうだ、ぬるっといける。てん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 、リズムに乗ってくれてます。あー、全然違うよ。そう、13の K、 いくぜ。13の K、あー、なんか全部違う、あのナッキーセブンクローバーなんだ、やつやつやつ。はい、あー、あー、何枚目今、4枚目、4 50 50、5と10が出た、ハートのね、全然関係ないね。真ん中かな、ハートのエース、これは5枚目、え、5続き、5枚目の5、おっ、みんなどんな気持ちで見てるの、ハートのエースレロ、みんな願ってるんだよ、みんな願ってる、うん、願って、みんなの願いが、ね、多分ね足りないんだ、コメントで、コメントで花ちゃん出ろ、花ちゃん出ろ、いっぱいコメントしてくれたら、無心です、おいおいおい、じゃあ無心だからね、多分出ない、しっかり祈ってください。祈って、花ちゃん出てって、祈って、花ちゃんって、花ちゃん、ハートのエース出て、ハートのエース、花ちゃん出ろ、出ろ、あー、なんか近づいてきてる、数字が小さくなってる。え、単純。やっぱ真ん中、じゃこれ7枚目、え、ハート近づいてきてるかもしれないよ。ハートが今3枚ぐらい出てるよ、近づいてきてるよ、真ん中攻めていこう、うん、あ、近づいてる、近づいてきてる、近づいてきてるよ、いける、近づいてるよ、いけるよ、あるかも、あれあれ、ね、今何枚、9枚、ダメですね。ちょっと端行こうかな、面白い花、一生見てた花のこと、せーの、お、あー、やばい、ちょっと、やばい、やばい、運勢、1位、すごい。運勢1位は分からんけど、すごい、え、すごない、10枚目、え、10枚目、え、すごいよ花、おめでとう、すごいよ、暫定1位です。ラッキーガール、やった、ラッキーガール、すごい、え、これはすごい、だって50、え、びっくり、何枚中とかでしょ、ね、すごいよ、ここちょっと真ん中諦めてサイド行ったらね、出てきてくれた、すごい、え、なんか嬉しいね、このハートのエースがさ、嬉しいね、出た瞬間が、え、出ると思わなかったよ今、すごい、みんなのさ、念が届いたんじゃない、届いたんだよ、素晴らしい、やったー、ありがとうございます。さあさあ、ここから誰も超えないように願ってたの、そうだね、ちゃん、誰も超えませんように。この子に圧かけといて、このトランプに、おばはなのものだよ。
はい、ご褒美あるかもしれないですからね。そうだね、もしかしたらやった。さあということで、はなちゃんが暫定1位となりました。イエーイ。じゃあそしてせっかくなので、ここからはトランプで遊んでみていいよってことなので、やったね。じゃあ黒と赤で分けてスピードをしてみましょう、うん、これで選んでるんだ。そうだよ、選んでるんだ。そうだよ、これでやるんだよ。これでやるんや。そうだよ、ちっちゃいのでやるんかと思ってさ。これでやるんだって。さっきさ、うん、練習用でさ、うん、渡してくれたじゃない、うん、それシャッフルしちゃったの、ちゃんと。あ、えらい。順番になってたからさ、えら、これ順番になってたらスピードできないなって思って。そしたらまさかこっちだった。こっちだった。でこの大きさのだってトランプですることなんてね、ない、大きい。はい、ジョーカーはないです、この中で。はい、シャッフル、シャッフルむずいね。よいしょよいしょ。スピードとかめっちゃ久しぶりにやるよ。オッケーオッケー。よし、できたかな。スピードのやり方がね、ここに書いてあるの。見ないとわかんないの。でもさっき練習したから。いける？大丈夫。4枚まず出しますね、ここに。あ、ここにね、手元の。え、11。あ、自分の。13。あ、待って待って、混ざってない。え、私も、あれも、あれ、いや、混ざってるわ。もう一回混ぜようか。あ、混ざってるわ。自分の手持ちが、あ、よいよいよい。え、ここどっちにでも置いたらいいんですよね、どっちも。持たした瞬間スタートだもんね。そうだよ、スピードでいく。スピード、うわ、緊張する、緊張する。せーの、スピード。ない、ない、出せない。同じ。え、あるやんかい。あるやんかい。あるやん、あるやん、あるやん、あるやん。いくよ、ボケてる。スピード、出せない。楽屋かっつーで。え、黒ばっかり。あ、たまたまか。あ、なんかすごいめっちゃ運動した気持ちになった。痩せたかも。痩せた。これで痩せれるなら全員これやろう。はい、あ、じゃあ次頑張るね、みんな。さあ半分ずつシャッフルしようかな。あ、体力使ったな。いや、あ、すごいすごい、うまいよ、うまい人のやつだ。私うまくなかったけどね。できないもん、そういうの。ちょっとやりたくなるじゃん、こういうの。上手。よし、待ってみよう。全然究極の下手なんだけど。究極下手。よし、シャッフ
フルガンシャッフルっていうのショットガンシャッフルだってシャッフルガンシャッフルじゃない1、2、3、4おおいい感じばらけた。やばい、あんなカメラ隠してたかな。ここにあるの、そこにあるのか。でもさ、こうやったらもう隠してるけど、ね、ごめんみんな。あ、いい感じ、行きましょう。スピード1。これってさ重ねていいの？さっきやっダメだった。このまま。はい、このまま重ね重ねないんだ。重ねなし。重ねなしね。オッケー。スピード。出せないんかい。はい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 。分かんないよ。でこれ半までだってあと1回できるよ。じゃあもう一回やろう。もう一回やろう。じゃあ私黒にしてみ。あ、なるほど。赤は赤が強いかもしれない。分かってる。分かった。やっぱ情熱の赤的な。オッケーオッケー。じゃあ次。赤。ああ。本当。すごい。みんなもトランプやりたくなったんじゃない？楽しい。一時期コラブさトランプにハマってさ、なんかあんな毎日カバンにトランプ入ってた。出た。出たよ。三、三本勝負、三本勝負。よし、三本勝負。頑張っちゃおう。よいしょ。よいしょ。いや、多分赤にしたきゃん。強くなってるかもしれない。いけると思う。はい。よし。絶対勝つけん、絶対負けないけん、絶対勝つけん、3連勝するけん、してやるけん。見て見て、6、7、8 はこれを狭間に、狭間入れ作戦。こうやったら入れ作戦。あ、こうかがいいんじゃない。もあ、こうかよいしょ。これをトランプ、これをこうして適当にこうやって、またこうやって、なんかこれでいいか、料理的な。オッケー、料理、これ料理、フライパンみたいな、フライパンみたいなねよし、どうかな、タロット占いかな。あと2分いけそう。いけるいける。まあ過ぎたら過ぎたで。よしよし、ぬるっとなんで。はいはい。でもぬるっとの割にさ、トランプめっちゃガチだよ。全然ぬるっとじゃない。オッケー。オッケー。1。あれ？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 ねえ。あれ？あれ？ねえ。あれ？あれ？やだね。もう本当になんでさっきから。本当にあんなに勝ったのにさ。全然笑ってないやん。もうやだ。なんでやねん。オッケー。もう一回混ぜようか。オッケー。オッケー。あ、オッケー、オッケー、オッケー。あ、いいや。よし。いくよ。スピード。ない。スピード。
れれあれれれあれれ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 あれれれれあれれあれれあれれれあれ喧嘩せない出せないよスピードあれれ出せない出せないスピードあそっちにそれ出せばよかったスピード あ出せないあ負けた負けたスピードあ出せないあ出せない出せないこれ出したらでも終わりもうあるやんあこっち出せる、うん、あ出せる出せるやばいやばいやばいあダメだスピードあどどイエーイてん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 あれ出せないスピードスピードスピードあこれこっち出せたはぁ、あ、ありましたまたおめでとう2勝2勝1勝1勝でしたイエーイ赤が勝つっていうのが立憲勝結果ですそういうことみたい赤が強いみたいはい赤組の皆さんおめでとう赤組おめでとうあこれタイムラグあるか意味ないんだった確かに確かに前もこれ同じことやっちゃったはいというわけで続いての方に行きましょうすごいやりきったな、続いて最後はせっかく花ちゃんが来てくれたのでほいほいお絵かき企画でーす出ました出ましたよ花とお絵かき企画何回やったか、ね、なんかよくやってるよねよくやってるなんかアンナとよくやってるかも、うん、なんかさアンナそんなイラストダメかアンナってあおいおいおいということでうる覚えイラスト企画ですこれはうる覚えはい、ただ普通の絵描きだとあまりに差が出てしまうのでどうかなそんな出ないかも本当だよね絶対に知っているけどなんとなくしか覚えてなさそうなもののお題が出されるので、うん、それを描いてみましょうということですはい、はい、それでは皆さんもぜひ一緒に、うん、描いてみる描いてみてくださいうろ覚えってわかんないよね行きましょう覚えてないと書けないもんまずお題はこちらですはいうまい棒のキャラクター、うまいも、ま、うまいもするのあれをそうなんやマジうまい棒美味しいよねでもさあんなうまい棒さ、うん、人生でさ、うん、そのイコラブに入って初めて食べたの、うん、そうなの、うん、駄菓子好きだったのね、うんうん、駄菓子屋さんはめっちゃ行くんだけど、うん、うまい棒食べたことなくて、そうなんだであのうまい棒を、うん桜の咲く音がしたの MV で確か初めて食べた、うん、そうなのそしたらめっちゃ美味しくて、うん、ハマったよかったよそうよかった食べれてそうそうそううまい棒ってこんなにうまいんだみたいなそうだようまいよ感じだからきっと描ける描けるかな、うん、広島にあるよちょっと記憶ないなある、うん、じゃあ描いてみましょうピンクにしちゃおうかなうまい棒ってでもいろんな色あるよねねうまいうまいもんうまいもんでしょでもうまい棒描きたいあんなじゃあそううまい棒描けばいいねえもう始めていいの、うん、なんかタイムリミットとかないタイムリミットはないうまいもんうまいもんかうまいもんなんか違うさ生き物になっちゃうよねねうまいもんって書いてあるんじゃなくてさうまい棒って書いてあるんだよねこれってそうだよねうまい棒かうまい棒書くわうまい棒なんかなまっちゃったうまい棒のうまい棒ねえねえうまいもん書く場所なくなった本当だあれうまいもんうまいもんうまいもん書く場所なくなったなんか頭の中でさなんか生き生きしてってさ、うん、どっけなんか想像はねできあんなもん女のえちょっと一応できたえ早くない一応できたけどなんかさ違うキャラクターになっちゃう
だったと思うんだ。こんな感じだった気がする。うまい棒食べたくなった。うまい棒何味が好きですか皆さん。アンナはなんか、うん、ソースみたいな濃い味、たこ焼きみたいなやつかな、そうそう、とかも好きだし、うん、なんかシュガーみたいな、ラスクみたいな、ラスクね、美味しいよね、私も好き、あれも好きだし、うん、明太子系みたいなのも好き、あるある、ね、コンポタがちっちゃい時一番好きだった、コンポタ味できた、ちょっとうまいかも、アンナから見せさせて、そうだね、アンナはこちらです。誰ネズミうまい棒、うまえもん、これうまえもん、うん、はじめまして、うまえもん、はじめましてじゃないよ、よくおなじみでしょ、そうだね、見たことあるかも、本当売ってる、どう、あれ知らない子、あれチーズ味だよね、これ、あ、そうそう、あ、でも海苔っぽい、色的にね、海苔、海苔チーズみたいな、なんかうまい棒さ、緑のイメージない、確かにあるかも、あるよね、だから緑にした、え、そっか、うまいって、いいやん、うまい、うまい棒だけにうまい、うまい、うまい、そのコメントもうまい優しいね、じゃあはなちゃん見せてください、せーの、せーの、うまくない、うまっ、マジのうまいじゃん、え、マジのうまいで死ぬんだけど、うまくない、え、上出来100点、え、うまくない、え、うまっ、うまっ、え、なんかもう自画自賛しちゃう、もうあんな、やだ、ここに入れない、ちょっと正解見てみよう、待って、一緒じゃん、一緒じゃん、一緒じゃん、え、マジで一緒じゃん、眉毛がない、眉毛、え、しかも口の形もさ、一緒、ね、そうだった、ね、このベロのさ、なんか中のピョンピョンみたいな、ちょっとここが丸いけど、本当に鼻ってすごいね、え、すごい、あ、でも頭のちょんちょんなかった、なんか勝手に坊主のイメージだった、え、でもだってもうこれ見て分かるもん、うまい棒って、え、うまいな、だってこれ文字なかったら何か分からないもんネズミ、マジ作者ですか、本当に、あ、そうです、実は、え、すごっ、はあ、難しいね、続いていきましょう、そうね、記憶力問題みたいな、本当だよ、ガリガリ君とドラえもんとうまい棒が混ざってる、なんか頭で、え、何ガリガリ君じゃ叩いちゃった、続いてのお題、ガリガリ君です、ガリガリ君、ガリガリ君、いや似てるよ、ガリガリ君、全然わかんない、とりあえずなんか青でなんか爽やかな感じの出しとく ね、え、まずあのアイス描いちゃうけど大丈夫、じゃあアイス描こう、絶対アイス描く必要ないよ、パッケージ描くパッケージ描くね、ガリガリ君、え、アンナちなみにもうアイスの棒描いちゃったあれあれガリガリ君だよ、ガリガリ君、 あったりとか描いとこ、ガリガリ、ガリガリ君、ガリガリ、ガリガリ君でしょ、ガリガリ君ね、え、似てるよ、ガリガリ君、ガリえ、あ、え、さっきのうまい棒くんに似てるってこと？そう、結構似てる、え、じゃあ、あれを真似して描けばいいのかな、うん、顔って、え、なんかさ、あれみたいな、なんかジャイアンみたいになっちゃうえ、どんな、あ、でも、つるっぽけだった、え、でも髪はげてた気がするちょっとね、記憶がないな、アンが思うガリガリくんでいい？いいよ、え、ちょっとガリガリくんわかんないわ、なんか違う、ガリガリくんこんなんじゃない、でもちょっとわかんない、ガリガリに書けばいいのかな、全然わかんない、思いつかない、なんか鼻ある、誰ガリガリくんむずいて、ガリガリくんむずいなえ、ガリガリくんできたけど、できた、早い、うん、できた、ガリガリくんか、ちょ、眉毛描いとこじゃん、ガリガリくんは、ガリガリくん、美味しいよね、はなんか半袖のイメージかな、当たり出たことありますか、あ、服もあるんかいね、服描いた方がいい、服描きな、
ガリガリ君も食べたい。だって今日とかめっちゃ猛暑日じゃないですか、ね、だからすっごい暑かったからさ。はい、オッケー。はい、じゃあ、はい、出します。はい、お願いします。はい、こちらアンナのガリガリ君は、あ、ぽいこちらです。なんか筋肉、か筋肉質だねガリガリな、全然ガリガリじゃない肩の筋肉がすごい。確かに。でもちょっとガリガリ、細マッチョ、細マッチョ、細マッチョ、ガリガリの言葉にぴったりでしょ。なんかぴったり。どうですか皆さん、これいいと思う。似てる違うかな。ガタガタくんガタガタくんって言われた。でもさ、アンナにしてはマシな方じゃない、うん、まず、人間じゃない時の目はこうあれは届かないの。確かに確かに。そう、初めて見るタイプの目だよ。ちゃんと描けるの、うん、私は、うん、人間の目はこうじゃないから、うんうん、そうね、リアルじゃないから割といい。おー、いいと思う。当たりだ。あ、そうそう、当たり今さ当たり当たりでした。しかもさ、持つところに書いてあるわけないじゃんえ、でも持つところ、あ、そうか、そうそう、この中じゃんだけどさ、あり出したくすぐ当たり。そうそう。じゃあ、はい、さなちゃん、ガリガリくん、うわこれだわ。なんかうまい棒より違う、うまい棒よりかけ離れたガリガリ君と。なんかさ、もう私ってこう一本の線でビービービーって書くじゃん。でも違うよね、うん、まずさ、もうこのさ、うん、なんか文字もさ、うん、なんかすごい、ね、こういうの書くの好きだからな、立体的に書くの。すごい、え、うまっ、うまい、わかんない、うまい人の絵だもん。歯がさ、わかんない、歯ギザギザしてる、ギザギザしてるペンね、ガリガリだからさ。そうそうそう、でもわかんないや。そうだね、なんか雰囲気。あ、髪の毛生えてない、やっぱやっぱ、え、はい、あんな髪の毛もだからガリガリにした。私もガリガリにした。靴と一緒でガリガリにした正解見てみよう。正解は、あー、口がでかい。なるほど、ガリガリしてない、歯が、歯が立派で、あ、鼻が大きい。あー、なるほどね。あー、で、眉毛がなんか特徴的なね。だからこうやってさ、見て書いてさ、私と花が全然違うんだよ、どうせどうせ。なるほどね。あ、皆さん、ガリガリ君はこんな感じです。ガリガリ君は皆さんこんな感じです。口と鼻がさ、離れちゃったからなんかあ、待って、あ、ガリガリ君誰みたいな。花がちゃんと正解みたいなのを書いてくれてます。ここがこうなってんだ。すごいね、やっぱ花って本当に尊敬する。こうやってさ、さらっと書けるんですよ皆さん。こういうさ、書ける子がさ、グループに一人いるってめちゃくちゃありがたいよね助かる。ガリガリ君こんな感じ。すごい、ガリガリ君これだわ。口が素晴らしい、本当に勉強になる。わかんないもんだね。ね、いやでもなんか誰？え、ガリガリ君。ガリガリ君。はい。大まかデフォルメ、デフォルメ。そうそうそう、デフォルメ。ガリガリ君のデフォルメ。そうそう。多分なんか最初はこれだった。肉付けされてたみたいなとか。だんだんね、こうなっていった。はい。というわけで以上、お絵かきコーナーでしたかね。あ、さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。い、ね、はい、そうなんですよ。じゃあランキングをはなちゃんに5位から1位まで読んでもらいたいと思います。はい、5位がはまゆう。はまゆう、ありがとうございます。ありがとうございます。4位がひむにー。ひむにー、ありがとうございます。ありがとうございます。3位がヤオキン TV。 ヤオキン TV、 ヤオキン TV、 ありがとうございます。ありがとうございます。2位がおまめちゃん。おまめちゃ ん、 おまめちゃん、ありがとうございます。ありがとう。1位がジスンアンズ。ジスン、 ジスン、ありがとうございます。そしてタワーがジスン。お、ありがとう。ありがとうです。そしておまめちゃん。おまめちゃん、ありがとう。ありがとう。そしてヤオキン TV さん、ブンブン、ブンブン、ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。はい、さあ、というわけでイコールラブエマモトアナの教えて花だより、はい、今日はここまでです。花ちゃん今日どうでしたか。楽しかったです。花ちゃん面白かった、うん、よかった。通常回はまた違うんですね、うん、今日特別回、ね、うん、そう。でもイコノイジョインピックとかもするし、うんうんうん、
ちょっと半分くらいは一緒だけど、ちょっと違った。なんか仲良くなろうみたいなコーナー、うん、そうそう、あ、そうだね、うん、ちょあるかなって思って、じゃあまた来てください、はい、じゃあ今度通常会に来た時は、はい、あの初めましての状態でいきたいと思います。はい、わかりました。あ、ハローターナさんですか。やりづら、やりづらまたお待ちしてます。お願いします。はい、ありがとうね、来てくれて急遽、はい、さあ、というわけで次回の配信は来週の5月25日木曜日の19時から、来てくれるメンバーはミアリーイコールジョイの相田ジュリーちゃんです。ジュリーちゃん、ペンライト、ニアジョイちゃんといえば黄色かな、黄色ペンライトねジュリーちゃんが来てくれるということで、どんなトークになるのか楽しそう。ジュリーちゃんでもめっちゃ喋ってくれそうだから、うん、ね、いっぱい喋ってくれるイメージある。喋れたらいいなと思います。待ってます、うん、待ってます。さあ、ジュリーちゃんと私への質問なども募集するので、うん、ショールームさんの公式ツイッターを皆さんご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。